熊本県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止まで定数は5。現在は、熊本1区、熊本2区、熊本3区に分かれている。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、84万7千3 0人、投票率76.07%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、81万6142人。 投票率 79.、79.68%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、78万9833人。投票率 76.、76.02%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、77万273人。投票率、 72.74%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、73万4293人、投票率、79.02%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、72万5329人。 投票率75.22%第34回衆議院議員。総選挙12月5日、執行当日有権者数69万5207人。投票率78.68%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数65万7340人。投票率 74.92%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、63万4962人、投票率 73.、73.83%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、578、261人投票率、 74.23%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数565,525万人投票率72.59%第29回衆議院議員総選挙11月20日執行当日有権者数556,007万人投票率70.18%第28回衆議院議員 総選挙5月22日執行当日有権者数、537540人、投票率 80.、80.00%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、512320万人、投票率 73.、73.81%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、 当日有権者数、49万2415人。投票率 75.、75.47%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、50万7889人。投票率 77.、77.35%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日。有権者数。 45万7355人、投票率72.77%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数46万929人、投票率67.70%。ありがとうございます。